本日のおもてなし福岡は言わずと知れた老舗の名店名島亭です。名島駅から徒歩6分ほどで3号線の名島交差点を曲がったところにあります。お隣のミニストップさんが目印になりますが、名島亭さんの駐車場はこの裏手のところにありまして、3号線から来る場合は名島橋東の交差点を曲がってくると分かりやすいです。駐車場から路地を抜けるとすぐにお店の前に出ます。今ではいろいろなところに支店ができている名島亭さんですが、こちらが本店です。店内はカウンターとテーブル席があり、昔ながらの雰囲気が味わえます。こちらのお店では長浜ラーメンではありますが、呼び戻し製法のスープを採用されていて、独特のコクと旨味が味わえることでも知られています。壁には年季の入ったサインなどがたくさん書かれています。ラーメンは600円と良心的な価格です。名島亭さんは焼き飯も美味しいと評判です。高菜や紅生姜はショーケースから取り出す方式になっています。人気のある老舗だけあって、店内はかなり活気がある感じです。カウンター席では臨場感あふれる職人技を見ることができます。このチャンネルは1000回行っても飽きない福岡を目指し、メジャーからニッチなお店まで幅広くご紹介しています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。安定感のあるビジュアルです。バシッと豚骨感があり、パンチある香りもいい感じです。油の入り具合もバランスが良く、チャーシューも肉質がいいタイプで美味しそうです。名島亭さんは昭和62年創業で30年以上も続く老舗です。大将のご出身は長浜の屋台で、お店自体も長浜ラーメンを称されています。長浜系統にはあっさりとしたラーメン店が多いんですが、名島亭さんのラーメンは久留米ラーメンのような呼び戻し製法で、継ぎ足し継ぎ足しのスープでコクのある味わいを出されています。ちなみに数年前に創業者同士が盟友だったことから、一風堂さんのグループが後継者として MA されています。しっかりと出汁が出ている感じのスープです。見た目にしては結構さらりとしたタイプです。麺は長浜ラーメンにしては中細タイプで、しっかりコシがあります。割と固め寄りの茹で加減です。チャーシューはプルプルしていて肉感がいい感じです。すっきりとしてうまいスープです。呼び戻しタイプですが、そこまで濃すぎないコクとあっさり感があります。シコシコした麺とスープがよく絡んで美味しいです。名島亭さんがあるこの辺りの地域はそれほど飲食店が多くはない住宅街ですが、行列のできる定食屋さん太陽軒さんや、撮影や取材が NG なラーメン店タツシさん、老舗の人気店一楽ラーメンさんの本店コクマラさんなど、実は意外とグルメなエリアなんです。